今回はそのたまたまネザライトのピッケルをねたくさん持ってるんで最強の武器作っていきたいと思います。まあ、こんな感じで全部ピッケル入れるとなんとこういう強そうなやつができるんだよ。このピッケルで鉱石を掘るとなんとほら鉱石の他にもう一つ別の鉱石が手に入るんだよね。でこのね光った鉱石を右クリックするとそれぞれの能力が使えるっていう、まず石炭、はい、爆弾と、そして鉄、あー村人、これがエメラルド。エメラルドは最強の村人を召喚する。強っ。で、金は HP とかその他いろんなバフがつくね。そしてレッドストーン、雷を落とす。うわーゴーレム耐えてる。だけどこのラピスラズリ、なんとこれ地球を落とすっていう、え、待って、あ、死ぬこれ。そして先にネザライト、うわすごいこれ、いや全部の能力マジでぶっ壊れてるな。ってことでダイヤモンド一番普通。